はい、こんばんはでございます、2月の23日木曜日でございます、今日もまあ部屋のですね片付けというか、まあ退去にあたってのねリフォームをしまして、だいぶ済みましたというところですね。いや本当にあと仕上げだけだなとかって、何でも作業はそうなんですけどね、あと仕上げだけだななんて思うとですね、まあ余計ですね、精度を上げようという段階に入るとなかなか楽しくなってくるというのもありますね。試験勉強なんかでもそうですね、もう合格点超えてるレベルまで行ったなと思って準備万端なんだけども、まあまあせっかく受けるんだから上積みを考えてですね、さらにブラッシュアップしていくというところがですね、非常に合否にとらわれず、まあまあ本当の勉強ができていくのを、身につく勉強ができていくのかなっていう感じをします。まあ掃除なんかでも当てはまるのかななんていうふうにも思っております。はい、では前置きもまた長くなりましたが乾杯いってみましょう。皆様ですね、本日は、暦の上でははたびでしたが、いろいろ大変だった方、体を休ませることができた方、常に悩み事があってですね、それが頭から離れないかった方、まあ一日のうちねこの30秒ぐらいは、そういったことを忘れてですね、幸福感を感じるというのがあってもいいのではないでしょうか。まあ絶望の状態でその状況を考え思考に持ってあるという状態があるというのはなかなか難しいことかもしれませんけどね、本当に絶望の時は飯も喉通らない、何もする気が起きないという感じですかね。もう客観的に絶望と見えてもですね、まあアグレッシブにですね、客観的にあの人はもう絶望だとかっていうふうに、周囲から見えてもですね、まあその方がですねアグレッシブにですね、一日以上過ごしているということであればですね、もはやそれは絶望とは呼ばないということでね、私はそんなふうに思いますね。本当に絶望の時はですね、何もする気が起きないというか、そういう思考さえですね、停止してしまってですね、まあ言い方悪いけれども、まあ、脳死状態という感じでしょうかね。まあせめて、水を飲む気力もないかな、まあせいぜい排泄ぐらいでしょうかね。あとはまあ座れる方は3分おきぐらいにタバコを吸うとかね、そんな感じかな。まあそういったことを何回か経験はしてますけどね、まあ、運よくここまで生きてこれたということでしょう。ではいただきます。はい、いや昨日よりも全然美味しいですね。まあ今日はね起きてから体調が悪くて非常にうつ状態に入っていたんだけども、まあ寝て横になってうとうとしていたら少しやる気が出てですね、でまあ今のところは目先の目標があるんでね、この部屋をきれいにするということで壁の塗り替えとかね、
まあ、それに手をつけて、着々と進むにつれ体も動かしてるからいいんでしょうね、血行が良くなってということで。で、まあ、医者に止められてるんで米飯はですね、まあそんなに食べないようにということだったんだけど、これは、炭水化物ですかね、取ってですね、パワーをつけないとダメだなということで、まず三食弁当ですかね、買ってきまして1個700円で、まあ、食べてまた横になったらですね、多少やる気が出てきてですね、で、まあ作業を始めたということですね。そしたらまあ栄養が体中に回ったんですかね、かなり調子良くなってですね、まあ今も継続しているという感じですね。で、思ったのはまあまあ朝ですね、朝を、まあ、飯を食ってですね、それで、まあ、体を動かすということですかね。まあお金払ってスポーツジムもいいのかもしれないけど、あの運動とですね、こういう部屋の片付けとかですね、ペンキ塗りとかっていう動きとですね、筋肉の使い方が違うような気がするんですよね。やっぱりそういう草を取ったりとかですね、何かをこう上向いてね、こうやるとか、そういうことが人間のですね、生きていく上での動きに非常にですね、マッチしてるんではないかというふうにも考えたりしました。なので皆様、あのもしね、慢性疲労症候群とか、うつ状態の方とか、まあドクターと相談してからの話なんだけれども、まあ食べれるものであれば食べてですね、で庭の掃除とかですね、まあ身体的な問題もを抱えている方もいらっしゃるかと思うんですけど、可能であればですね、まあ庭の片付けとか、まあトイレ掃除とかですね、風呂掃除とか、昨日やったんだけどもまたさらにきれいにするために同じようなことをやるというのはですね、私はおすすめかなと思いますね。その自分が行動した結果がですね、あんまりそのメンタルに関係なくですね、成果として残るということで、それが後々なんか効いてくるような気がするな、メンタルにも。なので、まあ、本当にメンタルがね参っちゃってる人、もしくは予備軍、あまた来たなとかやばいなとか、そう思うことすらできなく、ただ寝てるだけとかっていう方もですね、何か取っかかりをつけてとりあえず起きてですね、まあ、先ほど言ったようなね、飯食って、スポーツジムとは違う動きをしてみると、血行が良くなると、なんか体調が良くなったような気になります。おそらく栄養がですね、脳や一番大事な脳ですねに運ばれたりとか、体の隅々まで運ばれてですね、それがかなりいい結果が影響を及ぼして、それがメンタルに返ってくるということで、好循環が始まるのではないかなというふうに気がします。はい、まあね、今日はちょっと私が朝ですね、あんまりよろしくなかったんで、まあ、こんな話をしてしまいました。はい、まあ、おそらく先ほど、なんだなんちゃらレコーダーっていうんですかね、あのスクリーンショットの動画版みたいなのでね、あのある曲というか YouTube の動画を撮りましたんで、今日はそれをですね、
流してみたいと思います。はい、まああんまりかしこまってですね、毎日毎日真面目なことばかりやってるというのも、これの趣旨に合わないという部分もあるので、気ままにですねやっていこうという軌道修正の意味もあってですね、全然この内容とはかけ離れた、曲にしてみました。では、今日もですねお疲れ様でございました。あれ、さっき乾杯の時エコー入れたっけかな。まあいいや。では皆様お疲れ様でした。